ブラッドフォードシティアソシエーションフットボールクラブはイングランドブラッドフォードを本拠地とするサッカークラブチームである1903年設立2019から20シーズン現在エフルリーグ2に所属1903年ブラッドフォードシティ AFC はブラッドフォードオブサーバー史編集補佐のジェームズ・ワイトの呼びかけで集まった イングランドサッカー協会の代表者とラグビーリーグのクラブであったマニンガム FC の役員との間で行われた一連の会合によって設立された。当時、ラグビーリーグの人気が支配的であったウェストライディングにおいてフットボールリーグはこの新クラブ設立をサッカーを進行する好機として捉え、ドンカスター・ローバーズ FC に代わって2部リーグへの加入を認めた。 その4日後に行われた第23回年次会合において、マニンガム FC は、ラグビーリーグから、サッカーのクラブへ改祖することを決め、ブラッドフォードシティ AFC が、マニンガム FC のクラブカラーと、本拠地である、バレーパレードを受け継ぐこととなった。1907-08シーズンに2部リーグで優勝し、一部初、昇格。1911年4月には、 入荷するユナイテッド FC を破って FA カップを制覇した。しかし、1921-22シーズン終了後にマンチェスターユナイテッドと共に2部に降格すると長らく低迷。1999年にプレミアリーグへ昇格するまで77年間にわたり一部リーグから遠ざかった。また、1985年5月11日には、 バレーパレードでのリンカーンシティ FC との試合中に客席から火災が発生、死者56人、重軽傷者265人を出す惨事が起きている。プレミアリーグでの初年度は勝ち点36を上げ残留したが、次のシーズンには降格した。2000年代に入ると、クラブが財政危機に陥ったこともあり、株リーグへの降格を繰り返した。2000のクレー7シーズンには4部相当の フットボールリーグに2まで落ちた。4部リーグで迎えた2012から2013。シーズンは、キャピタルワンカップで快進撃を見せ、ウィガンアスレティック FC、アーセナル FC、アストンビラ FC とプレミアリーグ勢に相次いで勝利し、決勝進出を決めた。決勝でスーンジシティ AFC に敗れ優勝は逃したものの、4部リーグのクラブが、 リーグカップの決勝まで勝ち上がったのは51年ぶり。また、ブラッドフォード式としても FA 杯で優勝した1911年以来、101年ぶりの主要大会での決勝進出となった。リーグ戦でも7位ながら、プレーオフに勝利して、フットボールリーグ1に昇格を果たした。 一試合最多観客動員数、一試合最多得点勝利試合、一試合最多失点敗戦試合、一試合最多得点勝利試合、一試合最多失点敗戦試合、バレーパレード詳細は、カテゴリー、ブラッドフォードシティ AFC の選手を参照。ありがとうございます。